もメディアでも今情報統制されてるし、うん、あ、ありがとうございます。どうしようかとね。いや、特に子供の被爆問題は今からこそやらないといけないし、うん、ぜひこうママの約束2で、うん、まあ、子供の、うん、その健康被害の話と、うん、でもう一つはまあ、これからちょっと統一地方選もあって、まあ、この度ちょっといろいろ思うところあって、うん、うちのミキティが県議選に出ますので、うん、爆弾発言。え、カメラで撮ってもいい？ミキティさんはどうして出馬を？いや出馬をって私は話が違うぞ。私はもうすべてにおいてこの世界を信じていますので、もう言われたことはやるだけです。いや別にだから私の意思は特にないです。だってみんなが思ってて、私が例えば私が出なきゃいけないぐらいの状況だっていうのは分かる、今のこの社会が、まあ、こんな私ですら出なきゃ、出たくないよもちろん、出なきゃいけないぐらいの状況までもう本当に差し迫ってるんだなっていうのは日々の生活で感じるけど、そのだからって県議選私出ますっていうことじゃないですよ。だからそれは矢面だと思ってるし、矢面に立たされてるって思ってるし、それもうみんなの声を私が代表じゃないけれども、みんなの声、私の存在がだからみんなの声っていう感じですか。もし出て本当に通るならば、通る通らないはもういいんだけど、もし通るならばその私っていうことじゃなくてみんなの声でできてますみたいな。いやでも誰と話しても応援するっていうよ。あ、まだ2日だけど。それあっちゃんが僕が言ってね、もう梅もいませんいやもう完全自民のゴリゴリの人で、うん、青年部の地元のしかも参謀みたいな人と、まあでも友達なんだよ。でもうこの度出ると、うん、応援してくれとは言わないけど、うん、もう出ると、うん、いやでも黒川君出ないよ、いや僕はいろいろ考えてるんでそれも含めてうちの、うん、まあ、まあ家内が出ますと、うん、やっぱりその声なき声を届けるとか、うん、その女性であったり、うん、その普通の人がとか、その一般庶民の声を代表する人間が誰もいないじゃないかと。正直今回の選挙もそうだし、まあ、最近の自民党の政策見ても誰一人その弱い者の味方する人間がいない。でそれはもうやっぱり声を上げないといけないと思うので、今回はまあミキと二人で戦おうと思うと、協力してくれとは言わないけど友達でいてくれっていう話をして回ったら、でもみんなやれよ、いいよ、面白い、みんなでも自民党よ、でも俺もしかしたら入れてくれるんじゃないかと思ってるよ。その個人的にはね、そのぐらいみんな分かってるよ。ただしがらみで声を上げられないだけで。私もそっちで喋ろうかな。それやっぱり伊方原発の核反対とか。あ、それももちろん、もちろんあります。当然伊方の話もする予定ですが、でも正直原発の話って争点になってないんですよ。うん、全然。今治、てか愛媛なんて特に原発立地自治体なのに、うん、全然争点になってないから、うん、そこをメインに押すことはやっぱできない、うん、でも今回一応僕が選対本部長なんで、選対本部長が推してるのは命を守る姫の政治っていうキーワードでいこうと思う、うん、とにかく命を守る政治をしたいんだと、うん、少なくてももう分かるでしょと、皆さんそれ聞いて、自民党命を守る政治してますかと、どうしましたかと、この何年間特に原発以降、弱いものを金でなぎ払う、踏み潰す、でこれが民意だって言ってむちゃくちゃやる、もう分かったじゃないですか、このまま声上げなかったら殺されるし、自分が死ぬのはいいんですよ、僕たち戦わないと子供が死んじゃうんだから、だから黙っちゃいられないんですいう話を今して回ってる。でもなんか市長の講演会の結構メインのおっちゃんと仲いい、そのおっちゃんとこ行ったら、うわ応援するよ、あ応援してくれるんだでとりあえず僕市長一応知らなくはないけど、で市長に、いや漁師さんに挨拶に行きたいからちょっと話してくれって言ったら、いや話すって言って、多分来週僕一応漁師さんにも話に行った上で出ますって、で今言ったこと全部言って出る、あ僕は出るんじゃない、うちのミキ
みんなの声です僕が出てほしかったの黒髪じゃないですみんなの声ですから、はい、そうそれやっぱり女性が出ることに意味があると、まあ打算で言うとその方が勝てるっていうのもあるし、うん、あのそれだけじゃなく本当に僕は女性が出るべきだと思う、うん、むしろ僕みたいな人間が裏でわーわー言っといて女性が出て、うん、決めるのは女性の方がいいんじゃないかと、うん、男はやっぱ間違うんですよね、すぐ調子に乗るし、まあ命の問題っていうのはやっぱりね女性の方はピンとくるような気がしますよ、ね、で、権利も市議も一人もいない女性が、あ、そうか、だからそれもあるから、まあ、いまだに一人もいないよ、そうそうそう、一人も権利なんかいないいないいない、大阪なんですよ、え、あの人女性違うでしょ、え、一人いた女の人がおったよ、嘘つろかもしれない、いやでもほとんどいないよ、まあ、市議は市議は市議は一人もいない、だから地元の おっちゃん連中ですらもうちょっと女性がいた方がいいよねなんて、で女性が出てやるからには多分ねみんなねあからさまな反対はできない、で絶対僕が出るようにいいし、で実際に彼女みたいな人が出てその議会に行くことが意味があるんですよ、でそういう人の声が議会に届いて、あの分かんない、おっちゃんたちにいじめられるかもしれないけど、僕と付き合ってるよりは議会行ってる方が楽だと思うんですよ正直まあ大丈夫だと思う、お金もくれるし給与くれていじめられるのが楽勝です、全然いじめられますもんね、女性は誰に相談しようかって言った時ね、やっぱり議員がいたらその人に相談しようってあるでしょう、そう思うんですよ、でやっぱりその 女性のちょっと市民活動とか、うん、なんかオピニオンリーダーみたいな人たちとこの何日間と、まあ、話し始めて、でまあ一応に基本的には応援しますというのと、あのなんなら私が出たいぐらいだみたいな声もやっぱりあるんですよ、で僕らが勝ったら次市議出る女性っていうのも決まっていて、うん、そうやって、まあ、今回は僕らピエロであればいいと思っていて、誰かが踊らないとなんかみんなこう岩戸に閉じこもってるから、あの雨のうちで地図でこれから地方選出る人、そうそう、今後国政も出ようかなとか思ってる人を顔が写真になってて、あの全国のそういうちょっと立ち上がろうかなっていう人をピックアップして一覧ページを作ったら、そうそう、それこそ斉藤さんとなんか組んでやったらいいとか、ああうちの斉藤さんね、うん、なんか何の仕事をやってもらったらいいのかなと思ったけど、そういうのを一緒にやった ら、うん、ったらみんなのプロジェクトみたいな形 でこれから立ち上がろうとか、いや立ち上がるつもりだも含めて、で立ち上がったとか、どこどこ選挙区で出てますとか出ますとか、でそれを国政も含めて、例えばあの最近僕太郎君山本太郎君の事務所に、まあ、ほぼ毎週行っていて、あで太郎君のどっか出るんですよ、あはい、公認 で、はい、で今週また行くんですけど、うーん、であそれで家族で東京に行くんだ、そう参議院会議も家族で入るから、聞いたらいいんだって大丈夫です子供連れでいいんですか、あいいんですよ、あいいんだ、うん、そしたら山本太郎さんも応援来てくれるわけ、一応3回枠で、そうするともう太郎さんのところから出るっていうことは脱原発っていうことになるよね、もちろんじゃあなんか姫は命を守るっていうこととか、当然脱原発でしょ、もう少しあの違うことを言っても太郎さんのところから出るっていうことでもうメッセージ発信できたよね、うーん、命守るって言ったら原発いるなんて言わないでしょでも今治市自体はなんか市役所のスローガンみたいなのに廃絶の都市みたいな、廃絶の町今治みたいな感じで登りがバーンって引っかかってる市役所町民のね、あれだけど、自民党がやっぱり地元でも多いんですか、多いですっていうか、まあ愛媛自体が超、まあ、四国の中でも超保守なんで、うん、もうやっぱりもう本当にテックの保守なんですよ、もう自民党ばっかりで、もう県議会とかの名簿とか見ても、うん、本当もう自民しかいない町とかが結構ある、自民かソフト自民か、うん、あとちょろっと社民、ちょろっと共産、まあ、松山とか今治はちょろっとそういう感じで混ざミックスされてるけど、もう
のもうちょっと内容の方とかだったら全員5、6人全部自民みたいなのばっかり、もう本当の他の政党がいないっていう感じですね。すごい。それで県議会が構成されてるから、うん、まあそれはね、保守にはなりますから変えたくない。もう今再稼働まっしぐらですよ、味方は。その自民ばっかりというのにうんざりしてる人たちはね、内心は内心思ってる、思ってるので誰に話しに行っても頑張れっていう、うん、自民の応援者ですらだって頑張れって言うんだから。あ、まあ、自分は仕方なしに応援してるけども、しがらみで応援してるけど、うん、選挙だといつもその伊方町長選とかも、あの結局あれですよ、原発再稼働賛成の人は勝っちゃったりとかしてるじゃないですか。それはもうだって地盤がそうだから、うん、あれもあの地元の人での家に訪ねて、あのどっちに入れるのかとかいうことを調査してた人がいたんだけど、行くと家に行くとみんな再稼働は嫌だし本当は原発嫌なんだけどっていう話になるんだけど、あのそれをカミングアウトするとメタメタ、あの仕事がなくなっちゃうと村八分になるから、あの投票活動になるとなかなか声が出せないというか、そこを変えていけるの？伊方とかは無理、うん、今治市ぐらいにまで来るともうそうでもない。今治市ってどの辺なの？何キロ先っぽ、伊方からちょうど100キロぐらい、原発から100キロぐらい、あの四国の尖ってる先っぽのところ、うん、愛媛県でも一番広島に近いところで、この辺まで来ると、いや松山もそうだけど、うん、ああ、うん、この辺なんだ。いや松山でも市民派の県議さんって一人いて、へえ、やっぱ不動票がもうある、いっぱいある、あの、うん、なんぼしがらみって言ったって所詮その土建利権っていうのも、まあ全員をそれで雇用カバーできてるわけじゃないので、でましてや、まあ、投票率低いとはいえ若い人とか、あと奥さんとかっていうのは、あのそんなにね、で旦那も無理に強くももう言わんでしょう、その本当に一部自民党の運動員の中の一部がわーってやってるだけで、その人が言ったとしても言った先ももうモチベーションないし、さらにこの先の奥さんなんてモチベーションないんだから、で僕らはこっちを取りに行くから、まあ、基本的には勝つはず、6人も通るもんだってね、あのそれは衆議院選とかで小選挙区になるとかって言われると正直勝てないと思うけど、6人も通るから勝てると思うけど、県議っていくらぐらいお金かかってるの？供託金が60万、その他は最低100万できたら300万、自民党は下手したら1000万近くかける人もいる。議長帰ってくるよ。あのまあ一部はね、あの費用はただまあ自分で持ち出さないといけないのもやっぱある。であと供託金募集ラインを切るとそれも募集される。得票総数の10分の1、得票総数っていうか立候補した人数で割ることのさらに10分の1。そうなの？違ったっけ？なんかこの間調べたら、得票総数、あ違うか、それはごめんなさい間違えた、比例に入れ、比例でカウントできるかどうか。ああそうか、だからまあまあ供託金募集ラインはね切らないと思います。でこれ負けてもどんだけこけても次 C は受かるから、これやってる、うん、でも勝つと思うよ。でも結構自民党の選挙めちゃ詳しい僕の友人に普通に話したら、勝つよそれ言われたもん、勝つ勝つ。あのただやっぱ選挙って言ったらね、票読みというかその人は確実に入れてくれるみたいな計算しないといけないで、僕でも本当全く新規の顧客に対してここから電話と顧客訪問をやりまくるので、うん、もう全然つてだけで行こうと思って、今電話がとにかく3万6000件は公のリストがあるので、そこに対してとにかくまず一巡は電話かける、で行けそうなところはもう顧客訪問するので、目標は6000票なの。多分6000票取れば受かる。そうそう、何人中？8人か9、うちが出たら9人、もし増えても10人ぐらい。
人口は何人いるの？17万人で、多分有権者が12万人ぐらいいるのかな。で、実際の投票率が半分だとしたら6万票ぐらいで、6万票で6人だから、上の方が1万6000取って、最下位はこの前は4900票。だから6000票ぐらい取れば、まず通る。で、多分若いっていうのと女性っていうので、まあ、楽観はいかんけど、2000票ぐらい上乗せされるから、多分下駄吐く。党の推薦とかは取らないの？山本太郎さんとかだっけ？だけ。だって他心配になってきたけど、他なってないもん、まともなところが。多分社民は出さないだろうし、共産党は誰か独自候補まで出すのかな。出すね、共産党は出すから。楽しくやっていくかってことですね。山本太郎さんも呼んで、イベントもやりつつ票をかき集めるようなことができたらいいなっていう話をしてたんですけど、ところで大丈夫ですか？目が赤くなってる。あ、そうですか。大丈夫かな。いや、わかりません、自分では。どうしたんですか。あ、わからないけど、朝は赤くなかったような。ああ、そうです。お酒が抜けてきたからかな。大丈夫かな。じゃあミキティの選挙の話、あとどんなことを話しましょうか。どんなことを話しましょう。ちょっと感想なんか、感想なんかとか、よかったら参加していただいた方に。感想ですか。はい、今日僕鶴木町っていうところなんですけど、はい、この間大雪でテレビでいろいろ報道されて、はい、そこから来ました。で、愛媛からって今聞いたんだけど、あとの方はどこから来てるんですか。この辺、香川。香川。あ、香川から来てくださったんです。はい、地元の方は、そうなんだよね。さっきこっちに座ってた。オーナーと。あの緑の服の方は、僕は社会長ですね。多分地元の人。地元の方。一昨日ぐらいに決まったもんで。急に決まった。ちょっと昨日、つい最近知ってシェアしたんです。タンバとか。あ、そうだったんですか。ありがとうございます。はい、3日ぐらい前に告知が始まったんです。まあ急に決まったもんね。3日電話で決まって、急遽じゃあ、急いでみたいな感じで。3年ぐらい前に、はい、フライングダッチマンで、うん、原発の歌で、はい、あの京都で、YouTube で流れたフライングダッチマンと知り合いになって、で2年ぐらい前に県政部というランキングになったんですよ。でその後2年ぐらい前に香川の方で原発反対じゃないんだけど、まあそういうイベントがあって、小池さんとか、うん、IWJ の岩上さんとかいろんな方の方に東北とセッションと映画ジャレとっていうイベントをね、2年くらい前にやって、で僕自身も原発運動にはちょっと疑問がずっとあったんで、でそれで今日映像を見て、あ、知らんことも結構あったな、見えない部分が結構あるので、でそれをどないか知りたいなっていうのを結構ここあるっていうんで、あ、これは見とかな。ありがとうございます。はい、どの辺が知らない部分でしたか。甲状腺がんの、写真を撮って見せてもらうとか、うん、その補助金がなくなるとか、うん、っていうのはYouTube からそういう Facebook、Twitter とかそういう流れてる情報から自分が探していって、うん、これは本物かなっていうような偽りの情報も結構あるんです。その中から取捨選択して何がいいんかなっていうんでいろいろ調べとったんやけど、実際やられてるそういう映像を見て、ああやっぱりそうなんやなって思ったし、それから去年神山のの子さんっていう、はい、100人の女たち、この表紙が神山さんの写真です。あ、そうなんや、はい、でその人にもたまたま偶然に会って、で彼女の方の映像記録15分、20分ぐらいかな、こういうふうな感じで
ちょっと地元の人に見てもらったんですけど、ほとんどの人は知らないですよね。福島のことなんか、前田はもう3年近くなっていて、予想ごとのような見てる人はほとんどいない。だから、現実がどうなるかっていうのは、行った人は、僕でも東北へ行った人は、あの状況を見て分かっとるかも分かっとるけど、ほとんど映像でテレビに出てくるものしか見てない。テレビに出てこないですからね、うん、だから悲惨な状況があったりとか現実の問題っていうのは実際出てこないんで、でもうほとんど知らない人もいないですよ。だからそういうのをやっぱり地元で伝えていくしかないです。知ってもらうっていうのはね、これからやっていかないかなとは思ってます、はい。でDVD なんですけど、これ自主映画、自主上映っていうそういうのが可能なんですか？そうなんです。その、上映権っていうことでついてる形で売って、であとは集まった人数かける500円をバックしていただくような形で、やっています。なので、私を呼んでいただくとプラス足代とか、まあ、謝礼もくださいっていう話になるんですけど、もしそれじゃなくて DVD で小規模で各地域で集めてやっていただくっていうことも可能です。わかりました。はい、ぜひやってください。ありがとうございます。嬉しい。嬉しい、そうですね。先生と僕、川の方で関わったので、川垣って言ってね、はい、子供やに川で遊ばす NPO 団体が川っていうのがこっちの東側にあるんですけど、あ、そうです、うん、そのメンバーで、年明けにはダムネーションっていう映画の曲を聞かせてやるんですよ。だからその話も持っていきます。ありがとうございます。はい、そう、なるべく分かり、あ、どうぞ。大衆席の件とか関わってました。あ、そうです、はい、大衆席って、あ、そうだ、徳島でやってましたよね。あれ徳島でしょ。あ、そうです、加藤関反対のね、僕やは初期のメンバー、あ、そうです、だから20年ぐらい前になって、はい、ちょうど結構バリバリの活動ですね。バリバリ活動されてますね。たまたまカヌーが好きで、僕は川遊びが好きだったんで、はい、動いてたらそういう大衆席問題があるよっていうんで、うん、姫野さんに出会って、うん、で、ちょっとお手伝い、はい、川のもん作ってしまったらね、川の流れ止まって、そうやね、あれがほらから初めて住民投票っていうのが、うん、できたっていうやつや、そうだね、あれすごい盛り上がりましたよね。そうや、懐かしいです。おられたんですよ、あの時にいまして、あの投票に行こうとか言って、こう123っていう看板を、うん、僕どっかでお会いしたと思うんやけど、多分ね、はい、うん、多分顔はお話したことは多分今日初めて。あ、そうですか、うん、はい、こういうふうにまとまったものが出ないっていうにはすごくたくさんの理由があって、たくさんの研究者が調べたりしてるんですよ。私さっき端折った中でドイツのプルークバイルおじさんがいるんですけど、ドイツでも、これもう写さなくていいか、トークでいいや。その中で彼は、89年ベルリンの壁が終わった後に始まっちゃった、終わった、原発の中の真実を、暴いた方なんですけど、市民政府の最初の大臣だったんですけど、彼がその後調べたら、原発から半径5メートル、5キロ、10キロ、15キロと濃淡がついて白血病が増えてるっていうデータがドイツでも出たんですよ。で、それはドイツの国の予算がついて調べて結果も出たんだけど、結果が出た瞬間発表しちゃダメだっていうことになって、一度新聞にも出て記者会見したのに発表されなかったりとか。で、私プルも入ってる、その件、あ、彼が暴いた資料は出た、ね、本人のインタビューも入ってる、はい、のブルークバイルの自宅までインタビューしてきたから、すごい人に会ってた、ね、すごい人にいっぱい会ってる。それ でブルークバイルさんとよくやってるよ、本当によくやってるんだ。本当によくやってるな。これ2個あるからやってもらおう。それで、ブルーク、あー、よくやってるわ、うん、ブルークバイルさんと藤波心さんと私本を出すことになってたわけよ、その真実をちゃんと
出版社の本で伝えたいと思ってたから、そしたら横やりが入って出せなかったよ。ではそれだけじゃなくて考えてみて、その今日本で今3年経ったけど1年目とかもっと小出さんの本があって、あの時期に海外の専門家の本がさ、原発の真実とか言ってちゃんと出たらそれなりに売れるわけでさ、出せたはずなんだけど、出させない。ディプルクバリの新作も出なかったし、あと、チェルノブイリで心臓とか内臓を開けるとセシウムが心筋で溜まって、1日3ベクレル10ベクレルでも100日食べ続けると溜まるよとかいうのを、 なんとかスキーさんです、ね、そう、あのバンダジフスキーさんの本も出てないでしょ。おかしいでしょ。翻訳したもんね。だからなんかあのチェルノブイリのなんとかの真実っていうすげえでかい、うん、ごっつい本が出てるやん。あ、それ持ってます。あれでもなかなか買えないよね。僕も悩んで買ってなかった、ね、あれは買ったけどすごい読みにくいし。そう、読みにくい。でね、この本作ってくれた創者のね、あ、今日、まあ、収録してるけどここはもう放送できないことばっかりなんですよ。編集者がいるんですよ。で、北村さん、あの小出さんの本、最初の原発の嘘の編集者のね、で私と柴さんすごいお世話になってるんだけど、彼はすごい体を壊してしまって肺炎になって、4ヶ月手術した後退院、3ヶ月退院できなくて、退院した後もあの骨折、複雑骨折してしまったりとか、あとその前もよくヤクザが家に来たりとか、もうこういう方だの命がけで、その結核まで肺炎までが陰謀かどうかは分からないんですよ。わからないんだけども、そういう心ある人は、うん、北村さんも体を壊して、確かに出てないよね、バリバリ働けなくなってしまってて、これはね、かなりやばい状況なんですよ。ママの約束が一人で必死に頑張ってるぐらいのかもしれないよ。やらないといけない。これは本当にやらなきゃ。これはいいよ。で、おそらく、さまざまな形で、太郎さんの被爆の問題を喋ったテレビが中止とかいう形で、伝えようとしてる人何人かいるんだけど全然伝わらない。ニュースステーションの岩地さん、いや岩地さんたちもこれ放送できないこといっぱいあるんですけど、言っていいですか。どうぞ。かなり怖いのは、岩地さん、私も生前会ったり、あのシバレーは結構親しく付き合ったりしてた人で、岩地さん最後追いかけてたネタが、あの福島の白血病の子が、あの福島県立郡山の高校で、プールの除染をノーマスクで生徒に狙ったところがあって、でその除染した子が白血病になっちゃったの。でその病院も突き止めて、あのゲリラで撮影に行こうって話を、私の友達の映像で言うとサメ川とか一緒に行ったかな、サメ川とか一緒に行った、あとあの、携帯区域の中一緒に行ったジャーナリストがいるんですよ。猫飯さんっていうジャーナリストなんだけど、猫飯さんと岩地さんで行こうっていう電話してたんだよ。で、そのリサーチのために猫飯さんは何度かコリンも通って、聞いてたら、あんたらそういう風に嗅ぎ回ってると危ないよとかいう風に一般市民の人に言われたり、あと、ネタ知ってますよっていう市民の人から、あのやっぱり話せませんってなったり、あと猫飯さんが岩地さんが亡くなった後にディフェンスしてるから、あの、彼は茨城県に住んでるんだけど、茨城県警に話しかけられたんだって、君何を嗅ぎ回ってるの、報道ステーションのディレクターのことって、全然関係ない普通のイベントに行った時に。で、なぜ、あ、岩地さんの件は自殺っていうことになって、もうそれ以上検察は踏み込まないって話になってるのに、しかもあれは岩地さんは東京でしょ、なんで茨城県警がその話を知ってて、しかもあの嗅ぎ回っているかっていうことを知っているのかって、あとすごいネットワークであの時調べてて、あの何人かの人に私も聞いたりしたんだけど、みんな言うのは、岩地さん生前でから暴力振るわれてたとか、自分狙われてたってことを何人かの情報提供者に言ってるんだけど、絶対自殺しないって言ってたよね。言ってるんだけど、その私が聞いた人も、私が言ったとは言わないでくださいって私に言うんです。なぜかというと、岩地さんのことを嗅ぎ回ってると次は私がみたいなことになって、すげえ怖い闇がある。いや、どう思うの。絶対あの辺にあるよ。なんで、ひっくり返したらとんでもないことになる情報、うん、てかまあもう出てくるよ。出てくるじゃいけないんだけど、まあだからその辺命を、あとこれ言うとデマだとか言われないギリギリのラインで、でも真実も伝えて、
流通も載せてって結構至難の技と思うんだけど、まあ、どれ載せてるのも全部本当だしね、精査したし、なかなかないバランスだと思う。多分おっしゃる通り、多分岩地さんが追ってたやつが相当やばいんだって。でもそんなんね、まあ、でもいっぱい出るよ、そんなの。もう出る出る出る、あと2年したら出るよ。いやでも出るじゃいけない、隠しきれないんだもん。あの子どもの被爆守ろうのいうネットワークの中でもやっぱり甲状腺がんの子どもが出て、最初お母さんに立ち上がろうとしてたんだけど、どうやらお金をもらったらしくテイクアウトしてたとか、そういう話もいっぱい聞く。でもね、隠しきれんから。そうそう、もういっぱい行ったらいいんだよ。何人死のうが行ったらいいんだよ、現場に。同時多発的にね、わー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 、100人ぐらい弾揃えて行ったらいいんだよ。100人殺せないぜ。一気何人かは死ぬ。一気何人か死ぬ。なんかさ、面白いのはさ、ダメダメ集団的自衛権とかさ、あれ絶対さ、批判だよねっていうのを、あの流行語大賞の担当者でもやっちゃうし、あとドラえもんでも集団的自衛権の閣議決定反対とかいうのドラえもんでも出てたんだけど、集団的自衛権っていうのはなしで、あの閣議決定反対っていうのをあの時期に流してたり、こう組織の中にいてもぶっけんなっていう人超いっぱいいるから、そういった人とうまくつながりながらやっていくしかないんだよね。子供たちの権をやらないといけない、やらないといけない。あとあのこの中でも入れて野呂さんが提供してくれた資料で、チェルノブイリの後に子どもたちが年間24日間、5万人の子どもたちが政府のお金で危ない高線量の地域から低線量の地域に、移住じゃなくて保養ができる。あれも全部コストがタダでできるわけです。税金でやってるんですよ。でそれを日本もやらせなきゃいけないんだよね。でなんとなくフェードアウトさせて報道も減らして、あの甲状腺の検査もなんか増えてきたからうやむやにしちゃおうみたいな終わり方でごまかすっていうかもしれないけど、舐めんな、そんな舐めんなよ、国民舐めんなよって。日本人賢いから忘れてはないよ、みんな忘れてはない、忘れてはない、忘れてはないよ。ちゃんと言えば一人ずつ口説いていけば、一人ずつ口説いていけば絶対どっかで爆発的に広がるよ。でこの問題をじゃあどういう立場であの関わっていけますかって言った時に、例えば四国だったら今汚染されてないわけだから安全な食べ物も提供できる場所なわけだから、そこにちゃんと雇用を、来るとか住宅支援も含めたあの状況を作るとか、どこに住んで何をしている人かによって役割が変わってくると思うんだけど、そういうことを全体像も見ながら、じゃあ自分のところで何をやろうっていうことをあの計画的に実行していかなきゃいけないのに、情報がずっと隠されてきたから、それがずっとできない状況があったと思うんだよね。本当は再稼働反対だけじゃないんだよね、原発の問題って、まあ、今起こってしまったこの、事故からの救済ということと、あと核廃棄物をどうするかっていう大きなテーマがあるのに、核廃棄物のことも調べてみたら選挙後の1週間に起こってることがすごくて、初めてあの大熊町に中間収納施設を作るっていうことをもう決めて、で住民の地権者はまだ誰もあの土地を売ってないんだけど、前向きに話を進めるべく住民会が出て、そこにもう作るみたいよ。もう一個やりたいことがあって、さっきのその誰が立候補してるマップっていう、革命戦線マップと自民党年間みたいな、あいつらこんなことやりやがった。あ、確かに。それの一覧、確かに、一覧、選挙何日に終わる、再稼働申請。あれ年間年表にしてね、ずっとこう置いていったら、でみんなから募集してちゃんと委員会作って精査して、でもうこれはっていうのだけをまとめて1枚の冊子にっていうか1枚のビラにしてもう配りまくる。この前の参院選ぐらいからやりたい。振り返って、TPP の話もそうでしょ。TPP ってあのポスターね。ポスターとかも、要所要所ポスターとかも入れて、ダンと TPP 反対ぶれないって言って参加交渉。しかもその前のあれ参院選通るその1週間後かぐらいよ、参加交渉。やってくれるよね。やってくれるよね。沖縄の人たちはそのぶれないって言ってたのに嘘ついたっていうことでものすごく火がついて、選挙結果もああいう形で出たわけで。だからもう裏切られてんのに、裏切られてんのに気づいてない。そう裏切られたリスト。あと裏切られた一覧。熱くなっちゃうけどね。PPS のその自然エネル
日買い取りだって特定映像につけたんですけど、和田武さんの人とかが値段を決めて2012年の7月に決めて、何年に、風力発電を作ったらいくらで買い取るとかいうことが決まってたはずなのに、今年の9月から、買い取らない方向に自然とじゃないんだけどなっててって、それすごく契約違反なのになってるんですよ。国が言ったことは絶対だ。で本当は2016年、もう来年の4月から普通のドイツと同じディーダーさんみたいな電力会社を作る人たちが電気を自由に売れるようになるんだよ。たったもう1年ちょっと後なのに、その前にこういう、もう買い取りません、九州電力はもう何も買い取らない。四国もよ。四国も？四国もよ。九州と四国が今一番1ヶ月前ぐらい何も書いてある、それ1ヶ月。なんかそれもね、めちゃめちゃ怒らなきゃいけないのに怒らない。あれはね、なんかあれにかこつけて太陽光で無茶したやつが多いのも事実なので、うん、なかなか一概に言えない面もあるんやけど、でも助けんでいいやつもいっぱいいるから、それをどう切り分けるかが、まあ、初めからね、政策作る時にも、うん、まあ、なかなかこう、いや違うな、分かってやったんだな、あれって、うん、その結局太陽光でドカッと悪いやつが来るように太陽光だけ値段を高くしたのかな。だし、いや、シャープを助けるために、シャープとか三菱とかが儲かるように仕向けただけ。あ、そういうことか。だ、本当にやらないといけない小水力とか風力とか、しかも小風力とか、そういうのは伸びないし、うん、あんなのはストップする必要がないよ今、うん、小水力も風力も。でも今一気にストップしたじゃん、うん、だ、なんでかっていうと、もともとこんなの気にしてないやろうとなんて思ってない。どちにしろ原発を再稼働するのはもう最近きっとあったから。でも再稼働してはいけないのと、なぜかというと、このドイツのシーンを見たときに、最初の5年間は寝かせますってこの子が言ったと思うんだけど、最初止めたまま5年間寝かせないと廃炉作業スタートできない。もし今もう3年間私たち原発止めてる状況があるわけだから、あと2年で済むのに、今動かしたら毎回その最初の1年からやり直さなきゃいけない。金融みたいなもん。この3年を無駄にしないためにも、やっぱり止めたまま廃炉にしなきゃいけない。あと廃炉費用もね、2016年の